ですね、じゃあさ、2曲目ですけど、ビリーバッパーですね。先月私言いましたが、2月13日大泉来ます。ビリーバッパーコンサート、営業活動ってわけになりますけど一応ね、大泉の方に2月13日に来ます。また君に恋してるということで、時代が生んだ熟練歌って言うんですか、熟した恋の歌、こういう言い方なんてですね。この2人なんですか、兄弟なんですか、これ2人顔がそっくりですね。ね、顔がそっくりで、確かに。まあ、何かでいらっしゃったら、ぜひとも感想をね、聞かせていただいて、やっぱし本物はいいよと言われちゃうとね、勉強しますけど、練習も頑張りますっていうふうになっちゃうんですけども、今日もやってみたいと思います。ページ数の方がですね、141ページですね。合ってますか？26じゃない。あ、ごめんなさい、一つ飛ばしちゃいます。あ、141か。いや、飛ばしませんよ。あの、ジュースどうなんだ。すいません。申し訳ない。すいません。私がね、いさんでね、これ早く言わなきゃダメだなと思って、順番変えちゃいました。いいですか。申し訳ないです。すいません。そうです。また、どっち？また君だとハーモニカ。わかりました。OK。はい、あの、急遽ですね、今日はやっぱベースがいないんで、今日、小林さんに数歳入っていただいて、感想ハーモニカで、さっきちょっと一回リハやったんですけど、いい感じになったので、そうですね、はい、やりますので、またいつもと違った感じで、聞かせたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあすいません、ちょっと順番ずれてきましたが、ビリーバンバンまた準備講師で行ってみたいと思います。じゃあいいですか。ワン、ツー、スリー。朝露が舞う光を浴びて、初めてのように触れる
ハーモニカスーさん、いい感じでしたね、ハーモニカね、素晴らしい、さすがミュージシャン。いやー、それやったらちょっとそれやってて気持ちよかったです。ありがとうございました。最後ちょっと間違えましたけどね。あ、そう、あ、全然言わないけどなんないのかな。今のはカットですね、カットあ、ぶつけ本番なんで、さすがです、ありがとうございました。次が